皆さん異次元という言葉を聞いたことがあるでしょうかおそらくどこかで見たり聞いたりしていることと思います大体波外れただとか飛び抜けたとかいうようなそういう意味で使われていると思いますあるいは異次元と聞くと SF の世界を想像する人がいるかもしれません実は異次元というのは物理学者が真剣に取り組んでいる研究テーマの一つなんですそもそも次元とは何でしょうか次元とは 縦横高さそれから時間のことを言います私たちはこれらの4つの次元を持った4次元世界に住んでいます一方異次元というのは私たちの住んでいる4次元世界とは異なる次元のことを言うのですつまり5番目の空間だとか6番目の空間だとかそういうことを指すのですしかしそんな空間どこにも見えないですよね物理学では 異次元空間は目に見えないくらい小さく丸まっていると考えるのです皆さんの周りの至る所にも異次元空間が小さく丸まっているのです小さく丸まった空間っていうのは宇宙の成り立ちを考えるとそれほど奇妙なことではありません遠い昔私たちの宇宙はビッグバンと呼ばれるある一点から始まりました生まれたての宇宙空間が小さく丸まっていたのです宇宙の膨張後 私たちの4次次元元世界だけが広が広って異次元空間は小さく丸まったままままだとと考えることはでできませんでしょうか小さく丸まった異次元空間を見つけるにはどのようにしたらいいでしょうか異次元があるとニュートンの万有引力の法則にズレが生じます例えば異次元空間が1ミリくらいに小さく丸まっているとしましょうそうすると1ミリより大きな空間では重力の強さは距離の2乗に反比例することは皆さんよく知っています とととこころろが1ミリより小さいいにに行きますと距離のの乗4乗に比例してて弱くくなっていくので,すですから1ミリより小さい距離のところで重力測定をすることが大変重要になってくるのですまた加速器実験で粒子をぶつけて宇宙の始まりを再現する実験をやりますとミニブラックホールができるという過激な予言もあります現在も世界の研究施設で異次元を発見しようと大変な努力がなされています 異次元空間の発見がもうすぐそこまで来ているのかもしれません。